水崎たまきのタロット占いしませんか？皆さんこんばんは。毎週30分間タロットの魅力をじっくりお届けするこの番組、お相手を務めますのは、ある時はナレーター、そしてまたある時は謎のタロット占い師、ラジオ川越火曜日川越ライブ GO!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 活でもおなじみの水崎たまきです。なお、この番組はラジオ川越 YouTube チャンネルでアーカイブとしてご覧いただけます。そちらではカードの図柄などもご覧いただけますので、気になる方はぜひそちらでチェックしてみてくださいね。さて、カードの説明をする前に、今週も YouTube の方にメッセージをいただきましたので、ご紹介させていただきます。健一さんよりいただいたメッセージです。玉木さんの声に癒されるといただきましたが、健一さん、ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。前にも言ったことがありますが、このキャラはちょっと作っているところもありますので、なんだかお恥ずかしいです。でも、ちゃんと聞いてくださっている方がいるんだなぁと思うと、やはり嬉しいですね。これからもこの流れで番組を作っていくつもりですので、どうぞ応援してください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは皆さんと一緒に今週もカードの世界にググッと入り込んでいきましょう。先週は大アルカナの2番女教皇のカードについてご説明しましたが、いかがでしたか？あなたの周りでこんなタイプの女性はいましたでしょうか？冷静で分別のある、だけど怒らせたら怖いクールビューティーでしたね。では今晩は大アルカナの3番女帝のカードについてご説明します。絵を見ていただくとわかるのですが、2番の女教皇と少し似た構図で描かれています。ただし、圧倒的に違うのは、女帝の方が全てにおいて明るく豪華に描かれているところ。女教皇が全体的にブルーで石でできた硬い椅子に座っているのに対し、女帝は黄色や赤の暖色系でふかふかのクッションが敷かれた椅子に座っています。服装も華やかなドレスに美しいティアラと、さすが女帝というだけあって華やかさが半端ないといったいでたちです。そう、このカード皆さんが想像している通り、いわゆる女性らしさを表しています。暖色系の色使いは女性の豊かさを、ふかふかのクッションは心地よさを表現しているんですね。描かれている女性も女教皇よりもふっくらとしていますよ。ですからこのカードは結婚や妊娠を示唆することもあります。また直接的に母親を指す場合もあります。さあ、それではもう少し詳しく見ていきましょうか。魂の成長物語としては、いよいよ第3章の始まりです。旅に出た愚者が初めて直面した問題、第2章ではそれをじっと静観し、心の中であれこれと考えていました。そして行き着いた答えが、ありのままの自分を受け入れ、自分の才能を伸ばしていくこと。ある意味開き直ったと言えるかもしれませんね。でもだからこそ、人は次の目標に向かえることもあるのです。ちなみに女帝とはいえ、男性にこのカードが出ることもありますよ。以前の鑑定で才能の位置に女帝が出た男性がいました。とても喜んでいらしたので、ご事情を聞くと、その方は新しいサポートが売りのデイサービスを立ち上げるのだとか。鑑定結果を聞き、今自分は
細やかで柔らかいサービスができているんだと確信し、安心したとおっしゃっていました。突き詰めると、女性でも男性でも持って生まれた自分の魅力をしっかりと認め、自分を肯定することにつながるのでしょうね。ですから、この女帝を表すワードとしては、才能を認める、女性らしさ、繁栄となりますが、ちょっと行き過ぎちゃうと、逆位置として、怠慢、自分を認めない、女の武器を利用する、などが挙げられます。女子力が高いけど、やりすぎると同性に嫌われる。女帝には申し訳ない表現ですが、こう言うと分かりやすいかもしれませんね。ではここで、女帝からあなたへの問いかけをしてみましょう。本当はあるのに、まだ認めていない自分の才能ってどんなこと？人からの褒め言葉を正直に受け取れていないんじゃない？さあ、何か感じるものはあったでしょうか？謙虚さは日本人の美徳ではありますが、周りからの言葉を素直に受け入れず、必要以上に謙遜することは、それはそれで良くないことでもありますね。何かができるからあなたはすごいのではありません。あなた自身の存在を、魅力を、どうぞ認めてあげてくださいね。そして、おっと、本日のお客様がいらしたようです。今日のゲストは、和服の似合う、とても凛とした女性です。家族のことを大切にしながら、常に前を向いて頑張っている、素敵な方ですよ。それでは早速、お悩みを聞いてみましょう。ようこそいらっしゃいました。こんばんは。まずは、お呼びしていいお名前伺ってもよろしいでしょうか。はい。大島ひろこと申しますので、はい、ひろこで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はどのようなことを占ってみましょうか。ですね、私、川越の、はい、一番街という商店街、蔵の町のね商店街で、はい、お店を、レンタル着物屋をやってるんですけれども、はい、はい、そちらのまあお店はもちろんずっと続けていくんですけど、なんか今後ね、今いろんなことを、まあ、コロナ禍だったので、ちょっと暇な時期もあり1年間ね、ちょうど1年間ぐらいですよね。いろんなことしてたんですけども、今もね、いろんな新しい事業、企画をね、いろいろやってるんですが、はい、そんな中で、まあ、今後どういうふうにねしていったらいいのかなって、多分ね川越の街もねどんどん、元にね戻っていくだろうという、はい、ことで今頑張ってるんですけれども、はい、そんなお店と私の関係といいますかね、はい、今後どうしたらいいのかなっていうのをちょっと見てもらえたらなと思います。ちょっとお話聞けたらなと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そうですね、じゃあ具体的にこうこの先何が起こるというよりは、どういうふうに進んでいったらいいか、まあ、行動の指針とか。そうですね、そんな感じですよね、はいはい、一応その、まあ、こういうことが起こるというよりは、うん、こう人生の指針みたいなものにつながりますので、はい、今ちょうどリスナーの方にはタロットカードのダイアルガナというカードの説明をしてますので、はい、そのカードだけを使って、カード全部使うんじゃなくて、はい、そのダイアルカナだけを使ってちょっとじゃあ見てみたいと思いますね。はい、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。大体そうですね、いつも言ってるんですが、タロットカードってあんまりね先のことを得意じゃないんですよ。そうなんですか、うん、人の気持ちとか潜在意識とかによってこう動くものを見ていくので、人の気持ちもこう1年とか2年3年だと随分今と変わっちゃいますでしょ。そうですよね、本当そうですよね、うん、今の感じをね、そう、はい、そうだな、イメージ的には今のひろこさんが最も引き寄せやすい6ヶ月後ぐらいを見るっていうのはいかがですかね。わかりました。ちょっとカードね、そうですね、大事な時期だと思いますこの半年 ね、どういう風になるのかなと思って。はい、今カードシャッフルしておりますが、じゃあ今日はちょっとひろこさんにも参加していただいて、はい、この
カードを好きなところで2つの山にこう分けていただいてもいいですか。はい、はい、ありがとうございます。それでは1つにまとめて、はい、それでは今の現状を、作っているのに、まあ、一番影響を与えていた過去というもう終わった過去といいますかね、今に影響を与えている過去というのは、正義の聖地というんですけれども、はい、結構いろいろなやりたいことですとかこうしていこうなんていう思いを上手にバランス取りながらやってきた過去はないですか。そうですね、そう、なんかカード的にもこの赤い色ってこう情熱なんですけれども、情熱をこう秘めながらもきっちりとこうバランスを取りながら上手にこう道をさばきながら歩いてきたっていう感じが出てます。そうですね、やりたいこともやりながら、いろいろ、工夫しながら、お仕事だけじゃなくてね、いろんなボランティアとか、そうなんですか、いろんなことをお仕事する前も専業主婦だったので、そういう時にいろいろなことを、お勉強したりしながら、いずれ何かね、やってみたいなっていうことに、いずれっていうのにつながっていたと思うんですけど、いろいろ寄り道しながら、その時やりたいことを結構やらせてもらっていたので。そうなんですね。なんかそう、自分のその、正義に従って言ってたらちょっと固い言い方ですけれども、自分の信念に従ってこう突き進んできた、しかもそう単純にこうあっちこっち行ったのではなくて、上手にバランスを取りながら、しっかりとこう自分の行く先を決めてきたっていう過去が出てますので、そう、しっかりした信念をじゃあお持ちだったんですね。そうね、ありがとうございます。次のカードなんですけれども、少し前まで影響があったんだけれども、もう過ぎ去りつつある影響というものを示しているカードなんですが、これが、鳳凰なんですけれども、これも正位置で、このカードはちょっと先ほどの正義のカードと若干こうイメージが似てますでしょ。赤くてこう男の、この人実は女なんですけれども、こう立ってて、どちらもこう、さばいたり導いたりっていうカードではあるんですが、何が違うかっていうと、先ほどの正義は自分の中の信念に従って動くってものだったんですが、こちらは、どちらかっていうとこう家来もいますしね、みんなにいいようにやっていく、自分だけじゃなくて、みんなが公平に行くようにとか、なんかこう、ちゃんと温和なムードで行く、ルールを自分で作って、心当たりありますか。まさにその通りかもしれないです。なんかこう、お優しい雰囲気が漂ってるから、多分そうなんですよね。なんとなくね、わかります。そうですか。なんかそう、自分だけのやりたいことではなく、少し前までは周りのことも考えつつうまくやってきたような影響があったようです。でもね、この影響は若干今もう過ぎ去りつつあって、次の新たな影響が出ています。その次の新たな影響というのがこの運命の輪というカードなんですが、これすごい、そう、なんかこう綺麗でもいいですね。そうそう、車輪みたいなものがねこう回っている、これ正位置ですので、まさに時間を示すカードですので、今進んでいくべき時ですよっていうカードなんですよ。まさにそう、これまでこうちょっと周りのことを考えて、もしかしたらセーブしてたところもあったかもしれないですよね。それをちょっとこう一旦、全て取っ払ってとまでは言いませんけれども、なるべく動ける範囲で動き出していく時期がもう来てるよってカードが言ってます。まさにそうなんです。ちょっと実はなんかちょっと考えてることとかあるんですか。そうですね、ちょっと環境がね、いろいろ変わったり、もちろん子育てもね、一段落もしています。じゃあこう、まさにまた新たな、それはお仕事系のことですか、考えてるのは。そうですね、その環境がその時なんだなって、ちょっと今、本当ですか。よかった、すごい鳥肌立ちそうです。本当です。嬉しい、そう言っていただけると。じゃあ、今心の中に考えていることがどういったことかはちょっと私はまだよく分かりませんけれども、これからの、課題にしていくべきことっていうのが、それをお伺いしたい。ちょっとね、面白いカード、これどう解釈したら
ったらいいんだろうと私も今言いながら迷ってるんですが、魔術師マジシャンのカードなんですがこれ出たのがね、逆位置で出たんですね。で何位置？逆位置。私返した時にあ、そっかそっか、そちらから見るとねってちょっと思ったんですよ、そうなんです、ね、タロットってこう、表の正位置と逆位置とあって、はい、若干意味合いがね、あの変わってくるんですね、はい、あの正位置だとこれ準備整っているし、うん、一歩踏み出していく時だよって、あなたにはその才能もあるし、迷いなく一歩進んでいいよ、むしろこう何もないところから今何かを生み出していく時だよっていうカードなんですが、ひろこさんに今出たのこれ逆位置なんですよ、はい、これね、逆位置になると意味的にはちょっとこう言い方があれなんですけれども、うん、才能があるゆえにちゃちゃっとやってしまうとか、うん、はい、いや才能はないんですけどちゃちゃってやりがちです。本当ですか、はい、あ、じゃあそういうことなのかしら。それが、うん、今後の課題というか求めていくべきことというところにあえて出てるということは、はい、うんうんうん、新たなものをたくさんまだ準備しようとしないで、はい、今もう持ってるもので何かこう、頭の中にプランがあるのでしたら、はいはい、やってみるべきなんじゃないかなというようなことに感じるんですが、すごいいいアドバイスを。本当ですか。何か思い当たることとかありますか、はい、そうですね、うん、いろんなねことをね、はい、やってみたい気持ちはあるんですけれども、やっぱり、まあ、基本は、うん、まあ、もちろんそのお店がねありきで、やっぱり着物が好きで、はい、着物を着せることが好き でみんな喜んでもらってとか、はい、綺麗になってとか卒業式、ね、はい、入学式とかそういうことをコツコツやることが結構好きなんですけれども、はい、いろんな話が来ると、うんうんうん、やってみようかなとかやっちゃおうかなとか、基本はお着物のね、はい、関係のことをきちんとやっていかなくちゃいけないんだなってちょっと思いました思いました。そうなんですね。はい、じゃあもう大好きなことをねコツコツずっと続けてきたので、うんうん、やっぱりそう、まあ、その道をね、うん、行くのがいいのねっ て, っていう、そうですね、はい、じゃあまさにね、そうですね、ひろこさんの心に揺らいでる時ではあるんですけど、ねやりたいことはね、そっか、じゃあもうなんか私が言うよりもひろこさん自身がカードからなんかちょっと直感を得たっていう感じですね、はい、そうですね、あ、すごいですね、逆向きっていうのが新たなことではなくってことですよ ね、そうですよね、うん、やっぱりその際の、まあ、アドバイス的なことにつながるのかな、はい、あんまりこう準備にこだわりすぎなくてもいいですよっていうようなメッセージもありますので、やっぱりもうすでに持っている、うん、ものとかね、お知識とかをね、なんか、はい、生かして、それを生かしてっていうこと、ね、そんな課題がこの先続いていくんですけれども、うん、はい、あの6ヶ月後ぐらいにどうなるかというと、はい、これもまたちょっとね、あの怖いんですけど、そうなんです、タロットを、ね、見る方はこのカードのインパクトにやられちゃうんですけれども、うんうん、これ出たのが死神の逆位置というカードが出ました。はい、これはもうあの一旦終わりにしようよっていうカードなんです、あの政治だしとね、ですとね、ひろこさん今逆位置で出ましたので、はい、終わるに終われないものあるよね、手放せないものあるんだよね、それなんだよねっていう、そこをやっぱり突き詰めている、6ヶ月後が、今のひろこさんですと一番引き寄せやすい未来になりそうですね。ですからやっぱりこう先ほどの流れを聞いていると、お着物のその今までのね、なんかこう積み上げてきたものをもっと次の次元にね、なんか行くのがいいのかなと思うんですけれども、わ、はい、かりました。あ、なんか、はい、いいことお聞きしました。本当ですか。はい、そうです ね、はい、気をつけることとか、気をつけることなんかね、はい、じゃあ具体的にこう、どう動いていったらいいかっていうのを見ましょうか、先ほどは省いた不祥あるかなっていうカードもね、はい、混ぜていきます。はい、お待たせいたしました。まず行動の指針が吊るされた男というカードの正位置が出ました。これ、先ほども申しました大アルカナというカードですので、ちょっとこれ頑張ることによって今後変わってくるよっていうカードになるかと思うんですけれども、意味的にはね、
ちょっとこう吊るされてるし、なんかこう嫌な感じするんですけれども、ただ彼の表情を見るとそんなに苦しそうじゃないんですよね、うん、でヨガやってるそうそうそうなんですよ、そう意外に伸びていましてね、うん、で頭からもキラッとこうなんかこう光が出てますので、うん、今もしかしたら少し苦しかったりストレスが溜まったり、うんうん、自由に動けないこうなんかフラストレーションが溜まってるかもしれませんが、うん、必ずあの明るい未来につながるので、その先を信じてもうちょっと頑張ってみてっていうカードになります、うん、まさに。でこちらが気持ちの指針ですね、これはワンドのエース正位置が出ました、うん、これは情熱を持って、うん、あの未来に向かって進んでいく時ですよと、じっくり考えてとか、うん、いろいろ資料を集めこの先のことを検討し進めていくというよりは、うん、もうちょっと勢いに任せていってもいいとこあるよみたいな何かそうですね、はい、心当たりありますか、はい、なんかみんな、ね、今年ちょっと数日とか、はい、なんかちょっとお正月とかにね、イベントをやって、うん、そういう時 もう直感でみたいな、そうなんです、もただの情熱で行っちゃえみたいな行っちゃえみたいな、そうなんです、ちょっとこれが見えたのでなんか伸びていけみたいなそうそうそう、あのカードの右側って未来を指してて、左側が過去なんですが、未来からね手がグッと伸びて、ね、こう引き寄せようとしてるんですよ、まさに直感で直感もうこっちおいでよって未来が呼んでるっていう感じ、まさにそう、じゃあもうまさに気持ちでいいんですね、そうね、いいですいいです常にそんな感じなんですけど、うん、じゃあもうそのまま突き進んでいただいて、うん、仮の目標というか、はい、まあ着地点ですね、これも同じく直感を意味するバンドのカードが出ました、棒なんですね、うん、9の逆位置が出ました、はい、これもし政治で出た時は、ちょっと今は作戦タイム取ろうよと、うん、あのちょっと疲れ切っちゃってるし、体を癒したり、うん、気持ちを癒したりして作戦タイムっていう意味ですが、ひろこさんこれ逆位置で逆位置で出ましたので、作戦タイムそろそろ終了じゃないって、動き出していく時を、逆にあんまり今のところにとどまりすぎちゃうと動けなくなっちゃうから、ちょっとそろそろ出ていく、この囲まれたねこの木の棒のところから出ていくべき時が来てるんじゃないっていう感じなので、やはりさっきもあの運命の輪というカードが出ましたけれども、もうこれは進んでいくべき時ですね、うん、嬉しいです、なんかそうカードも後押ししてくれてますね、背中を押してもらったような気がします、まあ、ちょっとねあのタロットなのでこう抽象的でねちょっと申し訳ないんですが、いやきっとなんかすごいイメージ、うん、湧きました、うん、ありがとうございます、なんかねひろこさんの心の中に何かに引っかかってくれたら、うん、きっとそれが一番の今の答えなんだと思うんですよね、うん、ましたですから、はい、ぜひあの直感の赴くままに、ね、今はそうすぐにはねあの、うん、思う存分動けないかもしれないですけれども、ね、ゆっくりでもいいから、うん、今の場所から出ていく、うん、表に出ていくことを考えていい時だと思います、うん、はい、わかりました、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、すごい、イエー、あの本当背中を押してもらったような、もうそう言っていただけて嬉しいです、信じていいんだなみたいな、ね、もう行っちゃえみたいなのが、そう、なんか、はい、ひろこさんのお人から見てると、本当にカードのまんまあの、うん、気持ちに素直にきっと、ね、いろいろそれでも周りのことを、ねね、考えながらね、やられてきた部分があるから、はい、少し身軽になってもいい頃かな、うん、っていう気がしますね、わかりました、すごい嬉しいですありがとうございます、はい、じゃあもう応援してます、はい、いろいろなお着物の情報とかはツイッターとかやってらっしゃるんですよね、はい、そうです、そうです、もしよかったらあの、はい、伺っても大丈夫ですか、はい、そうですね、川越一番街の、レンタル着物屋カンカンと言います、はい、じゃあその名前で検索すれば、はいはい、そうですね、はい、はい、じゃあもう皆さんもね、いろいろ出てきますので、はい、よろしくお願いいたします、気になったらそちらの方で情報を見てください、はい、では本日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、楽しかったです、 ありがとうございます、はい、お会いできてよかったです、そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、またいらしてください、はい、ありがとうございました、ひろこさん、ありがとうございました。さあ、チャンス到来の時期ですよ。運命の輪は、基本的に好ましい変化が起こるときに出るカードですから、
できる範囲で行動していきましょう。成功につながる未来の種は、今見るとちょっと大変そうに感じるかもしれません。でもそれが、この先貴重な花に化ける可能性大ですからね。自分の情熱に正直に頑張ってくださいね。ひろこさんならきっと大丈夫です。さて、本日の鑑定、皆様はどう感じたでしょうか。タロットって面白いって思っていただけたら嬉しいです。次回は大アルカナの4番、皇帝のカードについてご紹介しますね。前もって絵柄を見てみたいという方は、番組ツイッター、ラジオ川越、水崎たまきのタロット占いしませんか?でご覧くださいね。また、ご相談者として番組に出演してくださる方、メールでお悩みを相談したい方を募集しております。もちろん匿名での参加で OK です。お気軽にメッセージをお寄せください。別にご相談事でなくても、今の私に必要なメッセージをください、的なライトなご依頼も大歓迎ですからね。応募方法は、番組ツイッターのダイレクトメッセージか、メールアドレス、たまき、アンダーバー、みずさき、アットマーク、yahoo.co.jp、たまき、アンダーバー、みずさき、アットマーク、yahoo.co.jp にご連絡ください。皆さんからのご応募、お待ちしております。それでは最後に、皆さんにもカードからのメッセージをお届けしましょう。題して、明日のあなたのラッキーパーソン。今、あなたの前には3枚のカードが左から右へ1番、2番、3番と並んでいます。あなたならどのカードをめくりますか?直感で決めてください。さあ、決まりましたでしょうか。それでは参ります。一番左、一番のカードを選んだあなた。明日は、頼んだことは必ずやり遂げてくれるような頼りがいのある後輩、または年下の男性に注目しましょう。何か助けになる情報を持っているかもしれません。頼み事をする際は、優しい心遣いの言葉を添えてくださいね。そして、真ん中、2番のカードを選んだあなた。相談事は、ちょっとせっかちなところのある同年代の男性の同僚にしてみましょう。素早い判断力であなたに指標を示してくれるかも。大胆な行動力であなたをサポートしてくれそうです。そして一番右、3番のカードを選んだあなた。個性的な年上の女性に声をかけてみませんか?きっぱりした性格の中にある優しさに驚かされそう。豊富な知識とウィットに富んだ話しぶりに、あなたはすっかり魅了されてしまうかもしれませんよ。よかったら参考にしてみてください。それでは良い1週間を。お相手は、水崎たまきでした。